えー、この100年人生のもう一つの軸ですね一つ目の軸は男性と女性という軸で、えー、現在のような男女共同参画というのが全く方向が間違っていて、まあ、結局はまあ女性を著しく不幸にするという結果に終わるとしたがって今のうちからもう修正をしてですね、えー、男性の幸福な人生女性の幸福の人生ということを、まあ、お互いにもちろん結婚しますから。 その上でですね、えー、っとはっきりとした、えー、形を描いておくということが大切だろうと思いますしそういったきちっとした人生の像をですね、示すことが二十、えーまあ、歳ぐらいの若い男性や女性がですね、今後どういうふうにあの生活していくかどうい,うないつごろどういう結婚をするというのが、えー、自分を幸福にするのかと、まあ、いうことの指針をですね、やっぱり示していくという必要があろうかと思います。 もちろん最終的に決定するのは本人たちでありますが本人たちは何といっても経験が浅いですからですねやっぱり我々がですね十分な議論をしてその経過と結果をですね示していくというのがまあ、えー、役割ではないかというふうに思います。まあ、今日は3回目で「人生50歳」と書きましたけども。 えっと生物学的に意味のある人生と生物学的に意味のない人人生生生が存在すするると考えられます、えー、生物学的に意味のある人生っていうのは、まあ、50歳まででありましてですね、えーまあ、生まれて、えー、最初は赤ちゃんで何もできないと、まあ、それで小学校に上がって勉強をして、まあ、高校か大学、まあ、平均として二十歳までですね、えー、学業を積んだりスポーツをしたり。 えー、芸術を学んだりしてですね。まあ人間を完成させる。まあ20年というのがちょっと長いかなという気がしますが、まあ現実に見てますと、まあ12歳、10歳から12歳ぐらいから始まる主神主審期ですね。まあ18から20歳ぐらいまで続くわけですが、まあこの人間が形成されていく、肉体と精神が形成されていくっていうのに、まあやっぱり10年ぐらいかかるもんですから、まあそういう意味では、 今成人を18歳に下げるというような動きもありますけども私はむしろですね二十歳まではしっかりと自分の人間というものを作っていくその過程はあまり政治とか投票とかそういった行動ではなくてですね自分自身を磨いてまだ意思を決定しないというのがですね非常にいいんではないかと思っております。それから20歳になりりましして就職をしたり えーまあ、恋愛をしたりしましてですねそしてできれば25まで、えー、それがちょっと無理であれば30までに、まあ、結婚をして子供を産みですねそして、えー、50歳まで子供が30歳ですねですから、まあ、子供が生まれるのが少し遅くなれば子供が20歳ぐらい、まあ、子供が20から30になるまでが一つの区切りであるというふうに思われますね。まあ、子供が成人する その間は何かっていうとおまあお金を稼ぎ生活を充実させ子どもの教育をやり、えー、あの自分も出世出世っていうかあの出世っていうとちょっと言葉がいい言葉ないんですけどまあ一生懸命仕事をすると言ってもいいんですけどその結果は出世しようと出世しないと関係ないんですが、まあ、精神的な意味での出世っていうんですかね出世っていうのは 他人と比べた成長ですかねしかし成長もちょっとね言葉がピタッと来ないんですねっていうのは一応成長は20歳までに一応の成長をしてそして、えー、子供ができてからの成長っていうのはもちろん内面的な成長もあるんですけれども、まあ、家全体家庭全体のせ繁栄ですかね繁栄繁栄っていうのもちょっとピタッと来ないんですね繁栄っていいますとも繁栄した状態を示すんですが徐々に繁栄していくそして まあ45ぐらいまではですねそれに懸命になると、えー、家族はですね、えー、まあ,あのこれはあの古いその男女っていうのをどう仮定するかってまだ結論が出てないので、まあ、古い形で言えばお父さんは一生懸命外で働いて、えー、稼いだお金を家族に注ぎ出すぐとお母さんも時にかたあのかあの仕事に出時に育児を一生懸命やり そして家庭をを守りとということを一生懸命やるお父さんはもちろん少しは協力するんですが、まあ、主体としては、えー、そういうことをすると、まあ、これは私の考えで、まあ、男性が頭脳と筋肉が発達し女性が、えー、言語能力とそれから子宮を持っているとこの,あのそれぞれの特徴をフルに生かすという意味でそう言ってるわけであって決してその男女同権とかそういうつまらないことを言ってるわけじゃないんですね。 そうしますと50歳になりますね。で実はあの今から100年前の1920年における、えー、日本人の平均年齢は男女ともに43歳なんですね。まあ早くして亡くなる方を考えるとまあ人生50歳と言っていいでしょう。それからそれから戦争がありましたから今から70年前まではですねほぼ人生は50年。どう,いうそれはどういうことを言ってるかというと。 生物学的に意味のある人生が終わると寿命も尽きていたんですねだから話は簡単だったわけです。ところがその後急激に年齢が伸び寿命が伸びてですね現在ではもうまあまあ平均としてはもう90と言ってもいいぐらいになってきました。というのはあの赤ちゃんの時にお亡くなりになる人を除くとですね 余命という点ではだいいた歳なんですね。ですからもうちょっと伸びると思いますので、まあ、こういった将来像を考えるときはやっぱり人生100年ということになりますので、えー、後半の50年はですね実は生物学的には何の意味もないわけですね。子供を作るわけじゃない子供を育てるわけじゃないわけですから、えー、生物の最も重要な仕事が子供を産み子供を育てることであるということを考えるとですね 少なくとも生物学的には何の意味もない人生になるわけですね。私はこれを考えて49歳と半分ぐらいの時に、えー、会社から大学に仕事を変えました。それはなぜかっていうと生物学的に意味のある人生はまあ、僕の場合は会社の技術者の方がいいと思ったんですね。それから生物学的に意味のない人生を送るには <laughs> 大学の先生がいいんじゃないかと思ってあそこで変わったわけですね。 そうしますと第二の人生第二と言っていいかちょっと名前が第一の人生第二の人生っていうとちょっとあの順序が順序があるみたい第一第二って順序があるみたいでそれから生物学的に意味のないっていうのもちょっと変なので、まあ、これはこの100年人生を考えていくときに新しく定義しなきゃいけませんがこの後半の50歳から100歳の人生っていうのはですね今までないんですよ。え お釈迦様もイエス・キリストもソクラテスも孔子様も古今東西誰も考えたことのない人生なんですね。で今はどういうふうにしてるかっていうと生物学的に意味のある人生の延長線上だと思ってるんですよ。だから老後とかですね高齢者とか定年っていうのがあるんですけどこれは全てですね 生物学的に意味のない意味のある人生を基準にして考えた概念で生物学的に意味のない、えー、人生としての老後ととか高齢者っていうんじゃないんですよね。50歳から100歳っていうのはちょうど第一の人生つまり生物学的に意味のある人生のスパンから言えばですね50歳が0歳というかまあ10歳っていう感じですかね。<laughs> ちょっとそこのところはまあこれから考えていかなきゃいけませんが60歳がまあ20歳っていう感じですね。それで30年働いて仕事をしてですね第2の人生生物学的意味のない人生を607080最大を言って90になってあとはちょうどひっくり返りますね、あ。のー 0歳から10歳までで体を作っていた自分と逆に今度は90歳から100歳というのは体が衰えていて終わりになるというだからまあ生まれた最初の10年と死ぬ前の10年というのがまあ似てるんですね。それでその間の40年というのが成長し30年頑張るとまあいうふうになってるんですね。そうしますと生物学的に意味のない 30年の頑張る期間それ何をどう頑張るかこれがですね全くないんですよ哲学もないえー、もうあの人生論でもないなんでないかっていうと全員が現在のところ生物学的に意味のある人生の延長だと思ってるわけですねですから老後をどうするかいや老後っていうのはです、ね、ありませんよ老後っていつですかとまあ、あえて言えば90歳から100歳 つまり生物学的に意味のある人生の0歳から10歳に相当するまい、あ、わば坂を登るときと坂を降りるときというのはありますが老後としてありますが高齢者も90歳から上は高齢者ですその意味ではですね幼年期というのと相当するのが90歳から100歳になるわけですねそうすると定年って一体何だと何の定年だということになりますねだからこの辺を少し考えてみたいと思います